直感音楽とは一定の原理やルールが与えられているかどうかにかかわらず瞬時の想像に基づく即興音楽の一形態である。伝統的な楽譜の代わりに言葉や図形による指示やアイデアが演奏者に与えられるプロセス音楽の一種である。ドイツの作曲家カール・ハインツ・シュトックハウゼンが九百六十八年に発表したものでテキストノート付きの作品集 七つの日からと来たるべき時代のためにがその代表作である。しかし直感的な音楽のテキスト作品が初めて公開されたのはシュトックハウゼンが1968年にダルムシュタットで行った講義の中で作成され、1968年9月1日に演奏された集合作品家の音楽であったが、これは7つの日から 各作品が初めて実現される数ヶ月前のことである。直感音楽は自由な即興演奏やオープンな作曲形式の中での即興演奏と同義のように思われるかもしれないが、シュトッカハウゼンは集合的で直感的な側面、基地の音楽ジャンルからの解放、瞑想的な側面を特に強調している。私は即興という言葉を避けようとしている。なぜなら、 即興という言葉は、スタイル、リズム、ハーモニー、メロディ、セクションの順序など、常に一定のルールがあることを意味するからだ。しかし、ある評論家は、直感的な音楽は、本質的に不合理なものではなく、取得ウゼンにとって、直感は、制御可能な能力にならなければならず、それゆえに、近代性のプロジェクトの道具であると述べている。百六十八年に、 ダルムシュタットで開催された作曲セミナーでは、グループ作曲、家の音楽で、直感的な音楽のコンセプトが中心となったが、シュトックハウゼン自身は、それが不確定性とは関係ないことを強調した。私は、精神主義的な高齢術を求めているのではない、音楽を求めているのだ。私が欲しいのは、精神主義的な高齢術ではなく、音楽なのだ。 私が言いたいのは神秘的なものではなく、絶対的に直接的な、具体的な経験に基づくものだ。私が念頭に置いているのは、不確定性ではなく、直感的な決定性なのだ。ありがとうございます。